いやー天下さん、はいはい、儲かりまんな。なんですか、ヨレヨレの服を着て。儲かりますぜ。ちょっと周り、はい、周りが振り向くんでやめてもらっていいですか。何や金融で絶対不幸になるパターンの社長ですよ。どうでか。いやでもね、今ねファミレスにいるんですけども、はいはいはい、なんと言いますかね、さっきちょっと喋ってたじゃないですか、はい、なんか儲かるか儲かれんかみたいな話の時にね、うん、僕はその昔、うん、そういう無農薬の野菜を売るお仕事を手伝ったことがあって、はい、そしたら、うん、まあもう野菜ですよ、うん、レタス、キャベツ、もうきゅうり、人参、トマト、なんでも売ってるわけですよ、はい、そういう屋台がね、うん、もう 10じゃ聞かへんよ、もっとあるかな、うん、の中で、うん、1軒だけ、うん、プチトマトしか売ってへん屋台があったの。おー、なるほど。プチトマトだけですよ、うん、すごい挑戦じゃないですか。まあ、そうですね、バラエティ豊かなね、うん、あるのに、まあ、いろいろあった方がみんな来るだろうに、うん、プチトマトだけしか売ってないと。なんかリンゴ飴屋の潔さみたいな、潔さね、潔いですよ、おもちゃ屋みたいなガチャガチャしてない感じですよね。潔いよね、うん、で、なんか太ったね、うん、太ったおっさんが売ってんねん、おー、 T シャツになんかアホみたいな絵描いて、プチトマトの絵描いて、はいはいはい、面白 T シャツ着て、面白 T シャツ着て、うん、でもなんかふざけた おっさんなのよ、お売ってんのよ、うん、ところが、うん、このプチトマトの屋台が、うん、ダントツで売り上げがある。ね、で、なんなんやろうなって思ってて、その屋台を出す場所って、うん、端っこの方の方が有利なのよね。はあ、こう屋台評論家としては。屋台評論家です僕、ね、屋台も焼きそばも焼いたことありますから。そうですよね、敵屋の仕事もしたことある。してますし、原田家の集まりの時にも焼きそばを焼く作業をやってるという。もう僕は、うん、とにかく、うん、屋台評論家なんです、うん、まあ、むしろ焼きそば評論家じゃないか。焼きそば評論家かもしれませんけど。とにかくね、屋台なんていうのは端っこにあった方が得ですから、真ん中の方とかだとそこまで行かへんし、うん、なるほど、まあ、行かへんというか行っても一回端まで行くじゃない、はいはいはい、でもう一回戻るじゃない、うん、だからなんか結構真ん中のあたりって結構通りすがすごすんですよ。あ、立地的にあんま良くない、ね、良くないのよ。おー、でもプチトマトは どの位置にあっても売れるんです。不思議なもんですね。売れるんです。で実際僕ほどプチトマトの屋台の手伝いをしました、うん、いろいろ手伝うのよね、何軒か手伝うのにしましたけど、うん、まあおっちゃんもね、うん、こうなんていうんですかね、こうガツガツしてないんですよ。おお、いやだってそんなもんね、プチトマトだけやって売れへんかったらどうすんねんと。まあそうですね、もうガツガツせなあかんのちゃうかと思うけども、うん、もう「いらっしゃいませ」とかも言わへんの。あ、普通屋台ってそういうの、そう、無農薬ですよ、いらっしゃいま、体にいいですよとか言うじゃないですか、うん、おっさんはただ一言、うん、パーって通り過ぎようとするお客さんに、うん、あ、こんにちはって言う、あ、こんにちはって言った人間、こんにちはって言われたら見るんですよ。いらっしゃいませって言われても見ないでしょ。まあ、確かにそれに対するこっちが返すことはないですよね。ないでしょ、いらっしゃいませって言われても、うん、もう何だ聞こえてないよ、いらっしゃいませなこと、そんなもん、うんうん、もうこんにちはって言われたら、えって、あ、俺みたいな俺のことみたいに見てしまうんですね。へえ、こんにちはって言うから、だからこんにちはって言ったらみんな見るから、そしたら おっさんが、あ、これプチトマト試食してますから美味しいよって言ったら、なんか分からんけどそこで距離がすごい縮まるんだよね。で、いや、まあプチトマトそんな興味なくても、まあじゃあちょっと食べてみようかな、へ、食べて、ほんで食べたら、まああれ割と美味しいなって言ったら買うんですよ。いくらですか？500円。これ何個入ってる？何個、このね、ちっちゃいパックにね、うん、まあ何個でも十何個ぐらいじゃない？うん、まあ一つ50円ぐらい。そうそう。まあそんなに安くはない。安くはないけど、うん、ひょっとしたらそんなに美味しくもないかもしれない。うん、分かれへんよ。プチトマトを食べ比べてないから分かれへん。はいはいはい。
だけどまずその接客術が一つ売り上げをまず確実に上げてる要因なんですけど、それ以上になぜダントツで売り上げてるのかっていうのはもうはっきり分かったのが、プチトマトしか売ってないからな。興味があるやつだけ来いよって、ないやつは来ないけど、でも他の店はレタスは売ってる、キャベツは売ってる、プチトマトも売ってます。だから客が実はそっちの方が来ないんですよ、何でもあるから。なるほど。1個しかないところは、うん、興味がそれに1個にあるやつだけしか来えへんから、まあ、確かに。だからかき氷屋にリンゴ飴売ってても多分売れないでしょうね。売れないでしょうね。やっぱリンゴ飴専門のところに行って、うん、そのね、看板見つけて、あ、ここで買おうみたいな感じでしょうね、うん、やっぱり。例えばなんかラーメン屋とかでもさ、うん、町の中華料理屋よりも、うん、やっぱりラーメン屋っていう、ラーメンだけで、まあ、餃子とかはあったとしても、はい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 、ラーメンだけでやってるところが来るんですよ。中華料理屋で食べようと思わない。お前ラーメン屋やん、うんうん、なんか一個のもんだけを主張してる方が、特化してる方が、例えば横浜家系ラーメン、うん、全く受け付けない人もいるやろうしね。いやいや、そうでしょうね、うんうん、大好きな人もいるし、うん、やっぱそういうことで、うんうんうん、絶対全員が気に入るもんなんか存在せえへんから、うん、まあ、確かにですね、うん、これはもう、うん、そうなったらはっきりねした方がいいと思う。そういうプチトマト屋のように、うもう俺はプチトマトしか売らへんぞって。おお、あれ、なんか兄さんひらめいた感がありますね。もちろんひらめきましたよ今。え、屋台評論家じゃないけど私。なんで切れてんの。え、もうがいまんな。あ、戻ってきました。ひらめきましたよ。ほうほうほう、うん、だからその時に、うん、なんか俺には一個だけ何かがあれば、うん、もうこのまま前に進めるのに、だから前に進まなかったわけですよ私は。あ、今までその2年前、2年ぐらい前だかなあれは。ということはドキュラクをまだやってない。ドキュラクやってないですね。おうおうおう。でもドキュラク的なことはやってましたけど、おうおう、でそんな風に考えた時に、あ、俺はやっぱり実話をやるのに絞った方がいいなってなってきたんですよ。なるほど。そうなった時にやり始めて、やっぱり今結果的に良かったし、いや来てますよね、うん、しかも、うん、もうこれをもうプチトマト屋のおっさんとも一緒ですよ、うん、もう興味ないやつは全く引っかかれへんみたいな、ね、なるほどね、ドキュメンタリー落語に、うん、まあまあまあそれはあるでしょうね。仮にその俺のドキュメンタリー落語をね見る機会があってね、うん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 、ありましたよそういう日本橋でとかでやった時に、はいはいはい、ならその中で、ね、あるお客さんは、うん、俺のドキュラクを初めて見た、うん、な難しいと、うーん、難しいっていう、何が難しいか分からないけど、まあ難しい。なんかそのお客さんは落語脳になってるのかもしれないですよね、うんうん、落語を聞けると思って、それでこう兄さんのを理解しようと思ったら、うん、あんまりこう噛み霜もないしみたいな。なるほどなるほど。どこで感情、よく落語を聞く人って感情移入をするって言いますから。ああ、なるほどね。そういうのをどこに持っていけばいいのかが分からないという解釈かもしれないです。逆に言うと何にも知らない人が兄さんのを見て、うん、でこっちうちのね、古典落語とか新作落語を見たときに、はいはい、難しいって言われる可能性はあると思います、ね、ああ、そうやろね、そうやろね、うん、入り口がどこなのかっていうのも結構あると思います、うん、それはすごい、うんうん、説得力ありますね、今の、うん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 、まあ、そういう感じなのかな、うん、まあ、でも兄さんはそのドキュラクという看板でいいね、まあ、難しいっていう、同じ、全く同じ回に難しいっていう人と、うんうん、面白かったっていう人がいて、はいはいはい、その面白かったって言った人は今ココネリのやつほぼ毎回来てくれんねんけど、だからもう引っかかる人にはもう引っかかるしさ、全くダメな人、要するにプチトマトを試食してもさ、うん、いくらおっさんがニコニコしててもさ、うん、買わへん客は買わへんからね、これ、まあ、確かにそうですよね、うん、あ、でも似たような話で、うん、まあ、うちらその宴会一門は、うん、漫談イズムというのをまあまだ体現はできてませんけど、うん、そういうのがあって、うんうん、で予選の中でも漫談だけで終わるパターンもあるんですよ、うん、ほうほうほう、それがやっぱりすごい面白いっていう人と、うん、どうしてネタに入らないのっていう見方をする人は、うん、お客さんでも分かれるし、うん、楽屋内でも分かれますよ、うんうん、逆にネタ入るとなんでネタやっちゃうのみたいな、
お宅の一面の番台だけでもいいんではないのっていう意見もあるし、ネタ入らないとダメだっていう、非常に難しいですよね、そういう。でも特化した方が、いや、いいと思う。中途半端じゃなくてね、すごくいいと思うんですけどね。意見が分かれるっていうのはすごいいいことじゃないですか。いや、そうですよ、まあ、市場原理ってそういうもんですよね、やっぱり。そこに応えるためにいろんな落語家がいるわけですからね。兄さん、まあ、プチトマトやからそれを学んだ、まあ、僕はもうプチ、うん、プチ、うん、カラショーです。うん、なんか真っ先に病原菌のイメージを ね、どうして物を欲しい屋は儲かるのかならない、ああ、ありました ね、そんなの。どうしてプチトマト屋は儲かるのか、どうしてプチトマト屋儲かるのか、そしてどうして原翔は若い女の客に人気がないのか、まあ、見た目でしょうね。これはね、今の何ちゅうんですか、この、はい、若手2つ目落語家、イケメンブームですか、こんなね、僕みたいなクソメンがね、はいはい、その波に乗れるわけないじゃないですか。クソメンがクソメンって言っても全然説得力ねえけどな。クソメンですよ。もう心もクソメンですし。だからもうイケメンブーム、何なんですかね、これは。この10年後でもね、そのイケメンブームはもう続いてないんですけども、ねえ、どうなんでしょうね。やっぱりでもその落語にあのさ、やっぱり入るきっかけとしては分かりやすいよね。そうそうそう、非常に分かりやすい。いや、いいと思いますよ、でそれがでもその入り口はね、イケメン落語家で入ってきたお客さんが、果たしてイケメンのまんま行っちゃうのか、イケメン止まりなのか、それか落語まで行くのか、落語までなったら多分寄席のお客さんになると思います、はいはい、でもイケメン止まりのお客さんは多分その人が10年20年と年を減るにつれて、同じようなイケメン落語家に走るかとか、もしくはジャニーズ系のなんかそういうのに追っかけるか、イケメンだけの方向に行くんじゃないですか、そういうのは。まあ、どの道兄さんが引っかかる余地はない。僕は多分一生ないと思うんで、もう僕はあのよく見に来てくれるお客さん、はい、2人から言われました。はい、2人から、別にその2人は知り合いでも何でもないで、別の機会時に、2人から同じ意見を言われました。何と言われたんですか。原翔さんには色気がないと言うんですね、色気がないと言うんです、あったら AV 男優以外の何者でもないですけどね。僕が色気があったも AV 男優ですよ、完全に。よくそういう役回りの人いますよ。ああ、なるほど。イケメン AV 男優ではなくて、明らかにこう、はいはいはい、なんて言うんですか、もうおじさんのいるいる、ね、あれは多分ね、でもなんていうんですか、モテない男が AV を見た時に、そっちの方が感情移入しやすいんですよね。しやすいですよ、ね、しやすいしやすい。こんな親父にこんなことされるのかみたいな、じゃあ俺でも大丈夫なんだろうかと感情移入しやすいですよ、値もやってみようのパターンですよ、これがイケメンだったらね、はいはい、違うんでしょうね。イケメンの AV 男優さんだと、でもあれですもんね、ファンは女性のファンもいますからね。いますよ、そういうのにね、いますいます。もう旧来の AV ファンはやっぱりもう完全に兄さんを求めてます。ああ、僕ですか、もうね、僕はもうだからもうチョコボール原翔長いなやります、10文字やんチョコボール原翔場合によっちゃう振り仮名の欄書ききれないやん、書ききれない、長いこれも色気がもうね、逆にね、もう僕たちもし色気があったらね、ドキュメンタリー落語があんまりおもろくないと思うよ。あー、あるでしょうね、まあ多分今もう多分今ギリギリですよ今これ多分。もうこっからちょっとでも垢抜けたら俺あかんかもしれない、まあでも前回言った通り鏡を見てから髪型ぐらいは整えてきてもらえればいいと思いますけど、もうね髪型は、だいぶちょっとマシにはなってきます。いやいや、あとなんか河原版行った時のスーツも、はい、あれ
なんかおしゃれでしたね。あ、もう別にただ家にあるやつですよ。あ、そうっすか。あ、水玉のなんか、はい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 、黄色のシャツとね、まあだから、まあ俺はかっこいいってことで終わりましょう、はい。